タヤちゃんチャンネル。はい、というわけで本日は、はい、佐藤八幡社 創建350年記念大祭の方にお邪魔しております、はい、というわけでおしんちゃんでございます。僕もおしんちゃんでございます。本日のゲスト佐藤八幡社神輿会会長の永田の真一さんでございます。お互いしんちゃんということで、はい、ありがとうございます。350年ということで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。おみこしは11年ですね。11年今年オーバーホールしてきれいになったということで、ピカピカになってますね、はい、で綱も新調していただきましてあらーすごい。で佐藤八幡社さんの神輿会の特徴は、まあとにかく元気がいいことですかね。元気がいいみんな仲いいですよ ね、はい、他の友好団体の方々とも仲が良くて すごい楽しませていただいてます。じゃあ引き続きお引越し担がせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、盛り上がってますね。もう高橋のお祭りのおみこしの特徴って何なんですか。やっぱ和気あい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 、あんま仲間内楽しく、そうですね。あ、いいっすね、はい、楽しみます。はい、じゃあね、楽しんでね、みんなね、バイバイ。はい、というわけで友好団体の方々、はい、聞かせていきたいと思います。はい、佐藤八幡社さんのおみこしの魅力って何ですか。ずっしりくるとこですかね。ずっしり重い、はい、はい、重いところですじゃあ楽しくみんなが楽しく楽しげるところ、負荷ください、負荷ください。久しぶりにかついたけど肩痛い、腰痛い、はい、というわけで早速おみこし担がせてもらってますけど、どうだ、佐藤八幡来てまーす。1年ぶりだから肩痛い。入っていいですか。はいはい、どうぞどうぞ。いや、久しぶりに担がせていただきましたけど、めちゃめちゃ重いっすね。重いっす。この界隈じゃ一番重いおみこしじゃないですか。気合入れて頑張ります。
方お願いいたします。一本目あげますよI'm gonna go to the hospital.
せーの、よいしょ、気をつけてよ。